こんにちは、えー。おはようございます。今、12時半を回ったところなんですけれどもですね、えー、リリースされましたね。何がリリースされたかと言いますとですね、9月25日に、えー、アルバムがですね、リリースされまして、えー、ま、全力回帰団さんというですね、エンターテインメント集団の方々のアルバムなんですけれども、放送アルバムで、 で、こちらはですね、iTunes でリリースされたんですよ。で、えー、まあ YouTuber のジュンジュンさんという方がいらっしゃいまして、えー、私ですね、こう以前からですね、あのー、ずっとその方のチャンネルを拝見しておりまして、で、そのジュンジュンさんが、その劇団にですね、所属されていた時があるんですよ。で、その、 舞台でですね、こう、ソロで歌唱された時がございまして、え、今年の7月なんですけれども、そちらをですね、えー、こう、アルバムで聴くことはできるんですね。で、今、私をですね、700円入ってるんですよ、こう、アップル ID 残高っていうのは。こう700円。あのー、私をですね、この iTune、iTunes ストアだか、iTunes だかにこう入ってるんで、700円。これで買えるんじゃないかなと思うんですよね。で、これ、まあ、どの曲も大変素晴らしいんですけどもですね、こう、アルバム全体だと1800円なんですよ。で、大昔にですね、私はこの iTunes に入れた、えー、お金が今700円分だけ残っているというね。それでこう、 そう、ジンジさんが歌われた楽曲はですね、これ、小さな片思いという楽曲でございます。これ、250円って書いてあります、これ。単品で250円。これだけだとこう買えますよね、今。うん。これ、押しますね。押すと買えるのかなって。ポって。あ、くるくる回ってますね。くるくる。必要ですって。OK をタップし、セキュリティ、 質問に答えて本人確認をこ行ってくださいって。本人確認が出ちゃいましたね。私本人なんで。必要な情報が不足しているために、セキュリティシスもリセットできませんって。まずいですね、これ。うん。また後日かもしれないですね。これは。えー、昼間になっちゃいましたけど、これ無事、 無事入れましたから、ほら。森博志、あなたの Apple ID。うん。これはですね、秘密の質問っていうのがあるんですけど、Apple ID にですね、こう入るために。秘密の質問、パスワードとは別に、その、 秘密の質問ですよね。が、こう、いろんな表記ができるんですよ、日本語って。えー、ひらがなだったりとか、カタカナだったりとか、漢字だったりとか、あるいはローマ字とかも、こう、あり得るかと思うんですけど、英語とか、こう、いろんな、こう、表記の仕方ができるんで、そ表記の仕方、思い出しました。そうですね、こう、録音できましたんでですね、いよいよ、小さな片思いをですね、ダウンロードしていきたいと思います。 小さな片思い。さあ、iTunes Store でございます。こちらですね。小さな片思い。こちらをですね、こうダウンロードしてですね、ジュンジュンさんの歌声を、えー、子守歌にするのもよし、えー、応援歌にするのもよしです。 秘密の質問に答えますよ。250円を払うのにですね、これ、ここまでね、いろいろこう操作しないといけないっていうね。うん、ああでもない、こうでもないみたいな。うん、さ秘密の質問二つにですね、答えて続けをしますよ。 国が必要ですって。小さな片思いを250円で購入しますかって。キャンセル購入するって。購入しますよ。よおおーあ、これ回ってるんですよ、今。 こ回ってますね、ちょっとずつ。ちょっとずつこれ、ダウンロードしてますよ。iTunes に。小さな片思いをですね。この5分2秒のですね、楽曲ですけれども。うーん。こちらですね、ジュンジュンさんが全力歌劇団さんの、えー、まぁ、あ、ジュンさんの出演者、最後のですね、こう、舞台。でですね、こう、 生で歌われたというですね、楽曲でございます。いや私はこう最前列でですね、こう舞台拝見しておりました。で、非常にですね、このまた楽曲がですね、こう、ジュンジュンさんのイメージ、こうぴったりなんですよ。田中花野さんの作詞で、 頼光照久さんの作曲なんですけれどもこちらがですねこういろいろとですね、えー、まあ置かれているものへの、まあ、思い方といいますかですねそういう置かれている状況への思い方といいますかですねよくジュンジュンさんがこう え、YouTube ライブなどで、こう、相談をですね、受けられたりするときに、いろいろとですね、こう、相談者さんの状況をですね、こう、人従さん、こう、いろいろ考えをこう、巡らせて、えー、こういうふうにも考えられるみたいなんですね。まあ、いろいろこう、考えを巡らせて、えー、お答えをされるっていう。 時は多いかなと思います。こう、こうじゃなきゃダメなのっていうんじゃなくて、こうい、まあいろんな可能性をね、守って接してらっしゃるかなと思います。そうこの小さな片思いですね。こう、黄色っぽい服をですね、こう、ジュンジュンさんが着られて、こう、掴むようなですね、耳にこう挟むようなピアスをされて、 歌われてて、で、えー、まあミュージカル形式の舞台でしたので、こう歌われたというですね、えー、楽曲でございました。小さな片思いをですね、こう、ジんじんさんの歌声を、えー、子守歌にするもよし、応援歌にするもよしでございます。さあ、こう今ですね、えー、 これ再生って、再生ボタンを押すとですね、これ再生できる状況になりました。ということで、小さな片思いでございました。これ無事ダウンロードできました。はい。こちらの動画は以上です。失礼します。ご視聴いただきましてありがとうございました。